ついに変えました。皆さんこんにちは、78です。今回はこちら三菱鉛筆のクルトガダイブのご紹介になります。クルトガダイブ、今めちゃくちゃ話題のシャーペンですよね。今回購入したのが第2弾の販売のものになるんですけど、もう第1弾の時はねすごい人気で、僕は全く入手することができませんでした。で今回、ムーンナイトブルーとカスケードブルーの2色が販売されるということで、もう第1弾以上にね人気で、もう買えないのかなと思ってたんですけど、ダメ元で東急ハンズのね抽選販売に行ってきたら、なんと当選して購入することができたので、今回動画にさせていただこうかなと思います。それでは早速紹介していきたいと思います。核にのめり込む。思考を分断する一切のノイズから解放され、静かに深く書くことにのめり込んでいけるをコンセプトに作られているシャーペンです。おそらくこのコンセプトの書くにのめり込むというところからダイブという名前が付けられているものだと思います。外箱は結構特徴的な形をしていますよね。ユニ、クルトガダイブ、クルトガエンジン 0.5 ミリぐらいで、機能説明とかは特にないシンプルな箱ですね。開けてみると中身は本体と本体を支えている厚紙みたいなものと、あとは社長からのお手紙が入っていました。それでは早速本体を見ていきたいと思います。改めましてクルトガダイブのカスケードブルーになります。持ってみた感想なんですけど、めちゃくちゃ軽いですね。特殊な機構が搭載されているということなので、結構重たいのかなと思ったんですけど、もう全然そんなことなくてめちゃくちゃ軽いです。キャップ部分には、ユニクルトガダイブ 0.5 の刻印が入っていますね。で本体部分にはクルトガエンジンの、動作状況がわかる覗き窓がついています。でクリップは硬すぎず柔らかすぎずといった感じで、結構使いやすそうな感じです。でキャップを取り外すことでペン先が出てきます。まあ、グリップとペン先が結構特徴的ですよね。グリップ部分は結構凹凸がしっかりしているので握りやすいなと思いました。僕は結構手汗が出る方なんですけど、まあ、手汗が多い方でも全然握りやすいタイプのグリップかなと思いました。でペンのお尻にキャップを装着してね、こうやって使用することが想定されて作られてると思うんですけど、このねキャップの装着感が結構しっかりカチッとしていて、でマグネット式なのでもう全然力を入れることなくこの開け閉めできますね。こういう小さいところでね三菱鉛筆さんのこだわりを感じますね。はい、ここからが本題ですね。クルトガダイブ、これ5500円もするんですけど、その5500円もする理由、最高峰のねクルトガと言われている理由について、特徴が大きく分けて4つあるので、ざっくりご紹介していきたいと思います。特徴1つ目、クルトガエンジン搭載。これは通常のクルトガに搭載されているクルトガエンジンと同じものになるんですけど、書くたびに芯が少しずつ回転していくっていう機構で、まあ、回転することでいつもペン先が尖った状態をキープできるものになります。特徴2つ目、自動芯出し機構を搭載。新たな自動芯出し機構が搭載されています。まあ、自動芯出し機構といえばこちらのオレンズネロとかが代表的なシャーペンなんですけど、従来の自動芯出し機構っていうのはこのパイプと紙が擦れることでね芯を繰り出すみたいな仕組みが多かったんですけど、まあ、これだとね書いた時にパイプを引きずるような感覚があったんですよね。で今回クルトガダイブに搭載されている自動芯出し機構っていうのは、一定の画数以上になると自動で芯が出てくるので、パイプと紙が擦れることがないので、まあ、違和感なく、書き続けられるというものになります。まあ、どういった仕組みなのかは僕は全然わからないんですけど、まあ、ここにね三菱鉛筆の技術が込められてるんじゃないかなと思います。特徴3つ目、繰り出し量調整機構。
繰り出し量調整機構は先ほどご紹介させていただいた自動芯出し機構で芯が繰り出される量が調整できる機能になります。芯を多めに出したいとかギリギリのところで使用したいみたいな、芯の長さでね書き味が変わるのでそこを5段階で調整できる機能になります。このペン先の黒い部分を回すことでね、調整することができます。特徴4つ目、初筆芯繰り出し機構。初筆芯繰り出し機構ってめちゃくちゃ言いにくいですよね。こちらはキャップを開けるとね自動で芯が出てすぐに書き始められる状態になります。この初筆芯繰り出し機構と先ほどご紹介した自動芯出し機構のおかげでクルトガダイブは一切ノックのいらないシャーペンとなっています。クルトガダイブはクルトガエンジン、自動芯出し機構、繰り出し量調整機構、初筆芯繰り出し機構、4つの機構のおかげでシャーペンで文字を書く際に必要となってくるノック、芯の長さの調整、尖り具合の調整っていうのが一切必要なくなるので、コンセプトに合った書くにのめり込むが叶えられるシャーペンになってるんじゃないかなと思います。続いてスペックについて簡単にご紹介したいと思います。素材は ABS 樹脂がメインで作られています。全長が 147mm、 キャップを外した時が 142mm、 キャップポストした時が 149mm となります。グリップ部分の太さが約 11mm、 重量がキャップなしの状態で 14g、 キャップありの状態で 19g になります。 19g はシャーペンの中でもかなり軽い部類に入るのかなと思います。重心位置はキャップのない状態で先端から約 60mm、 やや低重心ですね。でキャップポストした状態だと先端から約 77mm とだいたい真ん中ぐらいの重心位置になります。軽く握ってみた感想なんですけど、僕はキャップがない方が低重心で書きやすそうだなと思いました。ただキャップポストした状態でもペン全体は長くなっちゃうんですけど、全然問題なく筆記できそうだなといった印象です。それではね、早速筆記確認をしていきたいと思います。書いてみた感想なんですけど、普通に書きやすいシャーペンですね。木のモリモリのシャーペンなのでガタつきとか結構あるのかなと思っていたんですけど、まあ、ほとんど気にならなかったですね。ただ、クルトガ独特のペン先が沈むような感覚があるので、まあ、ここは結構好みは分かれるんじゃないかなと思います。書き味に関しても正直普通のクルトガと変わらないですね。まあ、樹脂でできているので金属のようなコツコツとした書き味じゃなくて、まあ、軽くさらっと書けるような書き味かなと思います。クルトガ好きな方にはね、間違いなく向いているシャーペンかなと思いました。はい、最後まとめです。今回は三菱鉛筆から出ている最高峰のクルトガ、クルトガダイブをご紹介させていただきました。樹脂のシャーペンで5500円っていうのはめちゃくちゃ高いなと最初は思っていたんですけど、まあ、これだけのね技術が詰まっていて5500円ならね、まあしょうがないかなと思いました。むしろねちょっと安いぐらいかなって思えるぐらいです。でクルトガダイブ現在入手困難ということで、メルカリとかですごい価格で取引されているんですけど、ぶっちゃけこの価格で購入するのはもったいないかなと今回触ってみて思いました。まあこれだけ売れていたら第3弾とかね通常販売とかの可能性も十分あると思うので、まあ、欲しい方はね転売ヤーから買うのではなくて、まあ、三菱鉛筆さんをね信じて待っている方がいいんじゃないかなと自分は思います。はい、今回の動画はねここまでとなります。こんな感じで文房具の動画を毎週上げております。よろしければ高評価チャンネル登録の方をよろしくお願いします。皆さん最後までご視聴ありがとうございました。78でした。